秋田四次郎稲荷神社、秋田四次郎稲荷神社、秋田四次郎稲荷神社の石碑四次郎稲荷神社は、秋田県秋田市と山形県東根市にある神社である。四次郎狐の伝説を由緒に持つ同盟の神社が、漁師に合わせて三者存在する。本校では主に、秋田市の神社について解説する。久保田藩初代藩主、佐竹義信に飛脚として仕えた狐の、 与次郎を祀ると伝えられる神社であり、そのため狐が稲荷神の使いではなく神そのものとして扱われている。久保田城山の丸屋田山に建立された後、数度の変遷を経て、1892年以降は、千秋公園の本丸跡に鎮座する。飛脚を務める足軽州の信仰を集めたことから、足軽町であった奈良山にも文礼が祀られた。 しかし、奈良山の四次郎稲荷神社は、老朽化と管理人不在のため、2013年12月に、千秋公園の四次郎稲荷神社へ行使し廃社された。現在では商売繁盛の神、スポーツの神としても信仰される。慶長9年8月、佐竹義信が、久保田城へ移ってに、3日後、餃子の間の庭に一匹の大狐が現れて、義信へ訴え出た。爪曰く、 自分は、神明山に三百年余り住まう狐の長であるが、公がこの山へ築城されたことにより住みを失った。願わくば、代わりの土地を賜りたい。願い聞き届けられるならば、今後長く城の守りとなり、御用にも役立ちたい。吉信が狐に、どのように役立つつもりかと尋ねると、下級のようあらば、飛脚となり、江戸まで六日で往復すると答える。 喜んだ吉信は、狐に、城北の左エ近くの土地を与え、左エ州の四次郎と呼んで、歩行並みの待遇とした。秋田天保前の水戸時代、左エ州の四次郎という家臣がいたので、その名をつけたものである。以来六年間、江戸へ休養が生じる度に、四次郎が呼び出され、約束通り往復6日で返書を携え戻ってきた。江戸までの道中、六殿村の飛脚宿に、 前門という男がいた。この男、最近飛脚の宿泊が少ないことを不審に思っていたが、ある時、佐竹の飛脚が飛ぶような、速さで通り過ぎているという噂を聞きつけた。漁師の谷倉にそのことを相談すると、谷倉は、それは狐に違いない。捉らえれば、宿はまた繁盛すると、前門をそそのかした。そこで二人は悪党仲間たちと測って、狐の好物、 ユネズみを仕掛け、飛脚が来るのを待ち構えた。江戸へ登る、途中の与次郎は目ざとく罠の存在に気づき、御用の飛脚を罠にかけようとは不ラチであると、異種返しに、油ネズミをすべて奪い取ってやろうとしたものの、運悪く谷ラの狐猛に捕らえられてしまった。せめて御用だけは果たすべしと五条を、網の目から外へ出すと、不思議なことに、五条は空へ舞い上がった。谷ラが一打ちすると、 四次郎は呪いの言葉を吐いて死んだ。空へ舞い上がった。五条は小狐たちが引き継ぎ、死体なく江戸に届いたという。前門、谷倉らは奪った金を分け合い、狐の死体は似て食うなどしたが、その夜から六殿村の人々に乱心する者が続出した。近隣の狐たちが集まってたたったもので、自らの指を食いちぎる者、岩にかぶりついて歯を砕く者など、 一月余りの間に三百人以上が、狂い、十七人が死に、正規の者は十人ばかりというありさまだった。騒ぎは、幕府の耳にも届き、大官、杉本伊兵衛が派遣された。伊兵衛も、現地の山上に肝を潰したが、正規の者たちから、ことの荒ましを聞くと、四次郎をこの地で八万に祀ることとし、恨みを収めて立ちのくよう狐狐たちに向けて呼ばわった。すると、 狐は去り、村人は、酒の冷めるように回復した。しかし前門と谷倉は十日も経たないうちに死に、子孫もやがて絶えた。ことの次第を伝え聞いた吉信は大いに無念がり、久保田城内に、四次郎を祀る神社を建立した。また、江戸へ往来する際には、六殿で必ず四次郎が祀られた宮に参拝した。吉信以降の歴代藩主も、往来の際、 街道から続く参道に結晶差を敷いて必ずもうでで、藩主が参拝できない場合には、お刀番が代参する習わしとなった。参道にある狐像の一つ。狐像の中でも、最古の一万延べ二年二月と題座に刻まれており、ほどの金社長時代のものとわかる。東根市六伝の四次郎稲荷神社東根市の神社では、応神天皇、捕食人、 四次郎大人の例となっている。王神天皇は、八幡神、捕食人は、稲荷神を示し、四次郎に常の伝説の通りこの神社は稲荷で、ありながら八幡を共に祀っていることがわかる。ありがとうございます。